どうも皆さんこんばんは。2月19日の金曜日夜7時を回りましたけど、はい、今ちらっと映ってなかった？映ってましたね。ちょっと油断してたね。油断してました。ちょっと動画が出て僕らからそのままこうちょっとよっしゃっとこうねやろうかなと思った時になんか映ってるねみたいな感じでやばいやばいやばい。鼻とかほじってないよね。危ない危ない。ちょっと皆さん緊張感を持ってまた30分40分やっていきますよ。あ、それとね今日ちょっとすみませんちょっと僕前のめりで喋ってるでしょ。ね今日ロケでねめちゃくちゃニンニク食べたんですよ。申し訳ないなと思って。あ、そうなんですね。あ、やからこの。そうそうそう。ちょっとそれねほんの1時間2時間前なんで。もう頼みますね。はい。言わないでください。大丈夫です。大丈夫ですよね。よろしくお願いします。さあということでね、制限なお今日も始まりですけれども、さあ解説はお久しぶりじゃないですか。そうですね。先週ちょっと完全にプライベートな事情で。あ、やっぱりプライベートやってる。はい、そうです。ね、通常さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。プライベートでお休みするのはいいんですけど、チャットに参加してましたね。がっつり参加しました。がっつり参加して。え、なんて言ってたんでしたっけ、チャットで。チャットで天の声のインターンの子がめちゃくちゃ落ち着いてやってるなと思ってそれに感心してました僕は。なんかねちゃんとこう休みでもこう参加しようとする意識がどうですかタッシーは見てて。タッシーはタッシーらしかったですね。タッシーらしかった。間違いないですね。はい。さあということでねそして応援サポーターはこちらです。はい北陸アイドル部のアクティブガールタツこと辰巳みくるです。はいよろしくお願いします。もうね先週あたりからちゃんとタッツーっていうような言い方っていうね言ってくれてるんですけど多分僕が思うにもう来週からゲームがねリーグがスタートして3月に入ってホームになるじゃないですか。そういう時はもう多分ね人前では忘れてます。言いません。絶対に言わないと思います。いやいやいや浸透させてきます。この番組に限りまあタトゥーということですかね。さあ先ほども言いましたけど開幕まで10日切りました。いよいよ8日来週の土曜日に皆さん。もう2021シーズンが始まるということなんですけれども、もう1月はね、キャンプの前に通常だったら出陣式があるわけなんですけれども、これがまあ中止になりました。ですけども、あさっての2月の21日日曜日になんとオンライン出陣式を開催することになりました。2月21日日曜日15時から市内某所から監督選手にご出演いただくことになっています。市内某所と言いましてもね背景見たら多分どこやでわかると思うんですけど。そうですね。はい。太平さんとねミクも出演予定ですのでぜひご覧になってください。まだ予定ですか？この子に来て。予定ですか？なるほど。観戦チケットは1000円です。はい。P-Tix というサイトからご購入ください。詳しくは公式サイトにお知らせが載っています。のでご確認ください。ぜひともそちらの方をね皆さんもうこれね1000円もう1000円でもうキャンプから帰ってきた状況とかいろいろ我々もインタビューしてね聞きますんで選手の声も聞けますんでねもちろん監督もぜひとも皆さんねこちらの方を見ていただきたいと思いますけれどもアーカイブいわゆる後からまたね見ることができるという有料チケットの方はですねもうすでに販売開始しておりますんでぜひそちらの方の購入もよろしくお願いします。さあそして後日リアル制限でもですね、1時間程度の編集版ですか、こちらの方をねやりますしまた YouTube でもハイライト版公開予定ということでね、見れなかったその日ちょっと都合が悪かったっていう方でも、ちゃんともう今年の制限のスタッフは優しいです、皆さんにどんどん見ていただこうというこういうふうになってますからね、ぜひともそちらの方を覗いてみてください。それから香林坊台場でも本日から期間限定のポップアップショップがオープンしました。2021シーズンの新グッズや試合観戦の T シャツ、タオルマフラー、メガホンなどがセットになった開幕記念セットを限定で100セット販売するそうです。限定でたった100ですか。はい。急がんとダメじゃないですか。そうですね。こちらのショップは2月28日日曜日までとなっていますので、ぜひお早めにご来店ください。今月中ということですね。2月28日から年この誕生日までということになっておりますので、ぜひともそれね皆さんね100個しかありませんから。でも台場でも期間限定ショップっていうことは今年なんか本当いろいろなんか攻めまくってますね。そうですね。そうですね。でキララには出すわね、香林菩提葉には出すわということで、皆さんもぜひともそちらの方でね、ちょっと見に行っていいものがあったらねゲットしていただきたいと思います。さあそれではね、今日も天の声さんがスタンバイしているみたいですよ。呼んでみましょう。天の声さん。はい。テンション低い。ちょっとはいじゃなくてはーいとかなんか。いや通常運転で挨拶してみました。また制限金沢グッズ担当の中野です。よろしくお願いします。天の声って言ってるけどちゃんと名前言ってくれるんですよ。もうだから天の声じゃなくていいんじゃないですかね。そこに中野さんでいいんじゃないですかね。さあということでね、皆さんね今日もね選手の質問の方でどんどん受け付けておりますのでね、お寄せいただきたいと思います。さあ選手生出演なんですけれども、おかえりなさい。庄司本也選手ということでね、この後もうあと5分後ぐらいですか、登場予定ですんでね、こちらの方楽しみにしてください。さあオープニングからねちょっとインフォメーションがね満載になってますけれども、その他のお知らせももう一気にしときますか。そうですね、インフォメーションさせていただきましょう。はい、じゃあタッツーお願いします。はい、インフォメーション1つ目、ホームゲーム当日に開催するステージイベントに出演するパフォーマーを募集します。おいしょ、去年でしたかね、一昨年、去年なかったから一昨年か、僕ちょっとモノマネとかもねちょっとさせていただいたんですけど、今年はパフォーマーですか。はい、歌やバンド演奏、ダンス、手品、何でも OK なんですよね。はいはいはい。まあ人がたくさんねいっぱいいる中、ソーシャルディスタンスは取ってると思いますけれども、パフォーマンスするから楽しいんです。みんな見てくれるから嬉しいんですよ。そういうところで歌いたいもんね。そうですよね。普段はスタジアムの外の噴水広場前なんですけども、場合によってはスタジアム内のスタンド正面でも実演していただく受けることがあるということで、それ片言みたいな。ちゃんともう一回言って。はい。スタジアム内のスタンド正面でも実演していただくことがあります。そうですよ。選手がちょうど出てくるところですよね。かっこいい。ねえ。詳細の方は。はい。制限金沢のホームページからご確認してください。ぜひご応募お待ちしております。一緒にねちょっとこうスタジアム制限金沢をね皆さん盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。そして2021シーズン初めてのプレイヤーグッズの予約受付がスタートしました。ちょっと今心の中がね、予約受付がスタートしましたということで、こちらプレイヤーグッズ、これどんな商品ですか。はい、3点ありまして、1つ目がこのタオルマフラーで、2つ目がこのマスクで、3つ目はテディベアキーホルダーです。マスクはブラックとホワイトがあります。サイズが S、M、L と3種類ありまして、 S サイズはキッズ、 M がレディース、 L がメンズサイズです。なるほど。テディベアキーホルダーはフィールドとキーパーの2種類があります。今こちらにあるやつですね。可愛らしいね。ちょっと白くて可愛い。マスクもそこにありますね。マスクも実際見たらいい感じになってますね。ちゃんと制限があって、これもまたいいじゃないですか。キッズサイズで。スタジアム応援する時とかもこれだとね。そうですね。ユニフォームと同じような扱いになりますから。めちゃめちゃ生地もいい感じで使いやすいんです。女性の方だったらやっぱ白色かな。白色ですね。赤文字でね。男性の方はやっぱり黒いね。ゴールド。かっこいいですね。めっちゃ使いやすそうですね。こちらの方もね、ぜひと皆さんね、これ購入ですよ。でしたっけ？これ違うわ。これはプレイヤーグッズ、そうだよね、グッズですね。はい。の予約受付予約ですね。ぜひこちらの方もご利用ください。まあでもみんなもそうだと思いますけども、こういうのが出てくるとやっぱ嬉しいですよね。そうですね。いよいよなんか試合も近づいてきたなっていう感じがしますよね。はい。でプリントマフラーだなんですけども、いつものタオル生地にワッペンで番号とネームが縫い付けてあるので、触り心地がすごくいいということですね。はいはい。予約期間は本日から2月28日日曜日までですので、ぜひご購入ください。何遍も言いますけれども、田原俊彦の誕生日までということですから、よろしくお願いします。さあ、以上インフォメーションでしたということなんですけれども、さあね、ここからはね、本当でしたらね、ちょっと今日ね、通常だったら15分ぐらいですけれども、早めにね、ちょっと庄司選手にね、出ていただこうと思ったんですけれども、まだちょっとつながってないんでね、みたいですね、申し訳ございませんけれどもね、もう少しお待ちいただきたいと思います。さあ、そしてですね、皆さん、庄司選手への質問などをチャットでどんどん受け付けておりますんで、今日もね、30分から40分ありますからね、いろんな質問投げかけていただきたいと思います。庄司選手って確かご結婚なさったとかっていう、そうですね、なんかそんなニュース見ましたね。そうですよね、1997年の23歳ということですか。若いですよ。さあ、ということで、なんかちょっと男前出てきましたけれども、じゃあもう音声届いてますかね。じゃあそれでは早速呼ばせていただきます。今日は背番号39番、セレッソ大阪から期限付きで移籍した庄司保乃弥選手に登場していただきましょう。昨シーズンはビファーレン長崎に所属していました。質問はチャットから皆さん送ってください。それでは呼んでみましょう。庄司選手、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。おかえりなさい。ただいま。ただいま。ありがとうございます。なんかちょっと髪型もね、ちょっとおしゃれな感じで。そうですね。だいぶ変えましたね、髪型。はい。でも庄司選手といえば、なんかこうちょっとヘアバンドで髪の毛を留めてるイメージなんかもありますけれども。いや、どうですか。久しぶりに津江県金沢に戻ってきて、一緒にね、プレーしてた選手からなんかいじられたりとかしませんでした。いや。そういうのはなかったです。そんなのはなかったですか。もうすんなりね、監督のサッカーっていうのもね、普通にスッと入ることができたと思いますけれども、いかがでしょう。やっぱり柳下監督のサッカー、この練習というのはキャンプきついですか。そう、きついです。でも楽しくやれてるんで。選手なんかもいろんな選手にお話を聞いたら、今回はまあコロナ禍ということで練習が終わって、食事が終わるともうすぐ一人部屋に戻って、まあ、生活過ごさなくてはいけなかったっていう話も聞いたんですけど、一人の時っていうのは何をされてたんですか。一人の時は結構ゲームしたり、本読んだりしてました。全然大丈夫です。ストレスとか溜まってませんか。ストレス、大丈夫。大丈夫ですか。さあ、もうなんかね、もう庄司選手らしいという感じですけども。さあ、じゃあ辻尾さんの質問ありましたら。はい、はじめまして、営業部の辻尾です。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。2018シーズン以来の復帰だと思うんですけど。その時と、サッカーの戦術というかやってることっていうのはちょっと変わったりしてるんですかね。答えれる範囲でいいんですけど。まあそうですね。まあなんか前おった時の方がもっと、なんていうんやろ、人が決まっとったっていう感じがあったんですけど。今はなんかまだなんか受け渡しとかもあるんで、まあそういうところはちゃうんかなって思います。なるほど。なるほど。めちゃめちゃ関西弁ですね。いや嬉しいですよね。本当にね。さあ、みゆきちゃんはどう？あ、タットゥーはどう？はい、北陸アイドル部の津江ゲンガールの辰巳みくると言います。ご結婚されたということで、奥さんの好きな手料理とかありますか？料理、なんか名前わかんないんですけど、なんかお肉っす。お肉、まあそれお肉ざっくりきましたね。いや、なんかお肉っす。お肉なんかうまくお肉っす。焼いたやつとか。そうですね、焼いてますね。焼いたやつ何肉ですか。いや、ちょっと何肉かわかんないです。まあでもね、何肉じゃなくても奥さんの作ってくれたものっていうのは美味しくいただきますよね。全部うまいです。全部うまい。素晴らしい、本当に。どうでしょうね。ちょっと僕一番気になるのが開幕戦がね、元いた古巣のね、ビファーレン長崎じゃないですか。それってやっぱりなんか特別な気持ちとかあったりします？そうっす。あんまないかな。あんまないですか。なんか試合は全部なんか、なんていうんですか、勝ちたいし、だからあんまりなんか特別な思いとかはないですね。あ、なるほどね。これがまたいいんですよね、このポーカーフェイス的なところがね。さあ、それではね、サポーターの方からもね、いろいろと質問来てますんで、それに答えてください。はい、はい、じゃあ天の声さん、よろしくお願いします。はいはい、まずは白山太郎さん、おかえりほのやと、あとはね、マーセルさんからめっちゃ前のめりでテレビに映る庄司選手いいですよって褒められております。めちゃめちゃ前のめりでね、頑張ろう。いいな。前のめりが嬉しいですよ、サポーターは。さあ、その他には、はい、ですね、質問は、庄司さんのライバルは。お、ライバル、これはチーム内ですかね。チーム内かな、これは。全員ですかね。広くいきますか。広くいきますか。広く。ライバル。いや、誰やろう。自分です。かっこよく自分で笑ってるし、めっちゃ笑ってるやん。あとはですね、乃木坂の時間さんから、はい、金沢に戻ろうと思ったきっかけは、きっかけ、なんやろ。きっかけか、奥さんですか。いや普通にさ、まあ悩んでるね。なんやろ、まあ前、いたところで、もう一回、やりたいなと思ったので、金沢に来ました。ああ、なるほどなるほど。じゃああれですよね、もう戻ってきても、金沢に戻ってきても、もうすんなりですもんね。街並みもよく知ってるし。そうですね。はい。さあ、その他もいっぱい来ております。はい、赤いカナリアさんから、昔の俺とはここが違うぜってポイントをアピールしてください。お。どうぞ。サッカーですか。うん、サッカーです。サッカーです。なんやろ、真面目にやってます。昔は真面目じゃなかったっていうか。いや、真面目やったんですけど、もっと真面目になりました。なるほど。楽しみですね。さあ、その他には。そうですね。なんかいろんな人が庄司さんのユニフォーム買いましたって、かしさん、かなちゃんさん買っております。ありがとうございます。ありがとうございます。39番のユニフォームが結構売れ行きいいんですけれども、どうなんですかね。ピッチに出てて、そういう自分の背番号を着ているっていうのはよく気ぃつくもんですか。そうですね。試合終わったとか、なんか回る時とかは結構見えるので、すごく嬉しいです。やっぱ自分でちょっとそういうの探してみたりとか。はい、それしか探してないです。なるほど。じゃあ皆さんまたね、ちょっと39番、ちょっとアピールしてくださいよ。もう庄司選手はずっと見てますからね。さあ、もう本当にね、いっぱい来すぎてて、ちょっと天の声と迷ってるみたいなんですよね。何を質問していいのかっていうのを。じゃあ、ペン一郎さんから今ハマってることはありますか？ハマってること、携帯ゲーム。何してるんですか？なんかコールオブデューティーってやつです。なんか何やそれ。それゲーム？はい、なんか銃撃つやつで、トシいるじゃないですか、本塚君と通信してやってます。あ、そうか。年齢的には本塚選手と同い年になりますもんね。はい、唯一の同い年なんで。ですよね。1997年生まれで。仲良くやってます。ああ、そうかそうか、唯一の。そうなんですね。なんかミーニャさんからも一番仲良くなった選手誰ですかって来てますけど、本塚選手ってことですかね。そうですね。じゃあ本ンズカ選手とこれはね、はい、ちょっと帰ってきてからは、はい、少しつるみそうな感じがしますね。本塚選手がなんかね、庄司選手の家にちょっとお邪魔して、はい、奥さんの手料理を食べる時もあるかもわからないですね、今後。他にはね、ごめんなさい、どうぞ。今それトシにずっと言われてて、でもいやちょっと家は来てほしくないんで仲良くてもそういうところはね、なるほどなるほど、はい、まあそれは必要なことです、はい、本当に、はい、あとは、うん、レッドツエーゲンさんからかな、本を読んでいるとのことですが、うん、どんな本を読んでいますか？漫画本っす。漫画です。あ、漫画の。ちなみにどんな漫画ですか？進撃の巨人とか読んだりしてます。ああ、でもあれ今もやってるんですか？ちょっと前になるんですかね、進撃の巨人だったら。いや、今もどうなんですかね。でもまだ終わってないんで。ああ、なるほど。はい。なんか最近ね、世の中はなんか鬼滅ブームとかってなってますけど、そういうの読んだりとかは。いや、鬼滅読んでないんですよね。あ、まだ読んで興味なし。そうですね、ちょっとみんな読んでるんでいいかな。あ、出た。このなんかね、ちょっと流行ってる。なんか、うん、話、その読んだ人から話聞けばいいかなと思って。なるほど。読んだ人から話を聞いたなと思って。いや、面白いな。さあ、まだまだちょっと時間あります。大丈夫ですか？いけますか？はい、じゃあまた質問お願いします。はい、吉津源さんやママリンさんから、うん、炎がいっぱい笑ってると笑顔が増えた気がしますと来てますが、自分のプレー含めて変わったところを教えてください。あ、よく笑います。言ったわ今それ。確かにね。3年前ですか、はい、になりますかね、いた時よりもなんかこう笑顔が増えたような気は、僕3年前わかんないです。あ、そうかそうか。あ、ちょっと増えたような感じはしますけどね、はい、充実してるということですかね、はい、講師ともに。そうですね、はい、これ感情を手に入れました。あ、感情を手に入れたね、奥さんとね、もう1ヶ月ぐらいはちょっと離れてるわけじゃないですか。はい、ね、新婚でちょっと離れててってちょっと寂しい思いもやっぱりあると思うんですけども、連絡とかまめにやっぱりメールとか電話で取ってるんですか？そうですね、毎日電話はしますね。長電話？そうですね。まあまあそれ長いですね。そうやね。それはね、新婚でね、もう2分で切られたもんなんでたまりませんよね。ライフ K さんからはね、はい、奥さんとサッカーの話はされますかと質問来てます。サッカーの話はしないですね。ちなみにどんな話をするんですか？どんな話？普通の日常的な。それはサッカーをしない。その電話の時ですか？あ、電話の時ですかね、これ質問は。そう、普段とかは。普通に日常的な会話とか、あとなんか出来事話したり、テレビ見てたりします。そりゃそうやね。なんかネタとかそんなこと言うたりもしないよね、それはね。そんな言わへんと思うね。あとはなんか選手名鑑でなんかカレーが好きって書いたのかな。でなんかそのカレーの好きなカレーの味とかカレー屋さんはどのことですかって。来てます。いや、カレーっていうか、シャルマめっちゃ好きなんですよ。ああ、シャルマのカレーが。はい、だからシャルマっす。じゃあめちゃくちゃこれから食えますね。ジャンカレースポンサーなんでお願いします。ジャンカレーも食べてくださいね、スポンサーなんでね。ジャンカレーもめっちゃ好きっす。おいおいおい、大人になってきた。さあ、そろそろですかね。もうあと2つぐらいちょっと質問あれば。両平メタルさんから、はい、ここを見ろというプレーはどこですか？ここを見ろ。守備見てください。頑張るんで。ああ、もうちょっと心強いですね。あと守備の面でね、石尾選手はもうセレッソ大阪のまあ言ったユースにいたじゃないですか。はい、なんかちょっとそういうふうな絡みというか、実際に一緒に昔もセレッソ時代とかってそういうのはプレーしたことはあるんですか？いや、涼河と僕入れ替わりなんで。あ、そうなんですね。何も関わりなかったんですよ。ああ、でも今はやっぱりポジションめちゃくちゃ近いですよね。そうですね。どうですか、やりやすいですか？僕前いた時に涼河が練習生で来てたんで、ね、それ以来ですね。それ以来、もうだから本当にプレーとしてはやりやすい存在ですか？そうですね。うん、うん、はい。なるほどね。さあ、それでは最後の質問にしますかね。もう疲れてると思いますんでね。ですね、はい、最後吉津源さんから、うん、ヤンツーさんとどんな会話をしますか？会話っていうか、なんかまあちょっと怒られてます、いつも。怒られてる。はい、でもそれは期待があるからということですからね。そうですね。はい。ねえ、もう嬉しいですよね。はい。そうですね。わかりました。もうキャンプもね、あと残り少ないですけれども、こちらに金沢の方に戻ってくるのは楽しみにしてますんで。はい。はい、今日はありがとうございました。頑張ってください。はい。ありがとうございます。はい、どうも頑張ります。ありがとうございます。さあ、ということでね、はい、笑顔が増えた庄司選手ということで、はい、いや実際にそうだと思ったんですよ。話もでもらしさもありますよね。はい、なんか関西の兄ちゃんって感じじゃないですか。はい、なんていうんですか、あんまり興味そんなないんやけど、はい、って言いながら、はい、すごいこのプレーになったら闘志を燃やしてくるという、はい、相手のフォワードも顔色読めへんですね。はい、これはちょっと楽しみですけれどもね。はい、さあ皆さんいかがでしたでしょうか。はい、実際ね、庄司選手の39番のユニフォーム、庄司選手は試合が終わるとそれしか見てないということですから、はい、まだ勝ってないわっていう方はぜひとも参考にしてみてください。はいはいはい、SNS でも公開されていた庄司選手の50の質問動画はリアルツエーゲンでフルバージョンが公開されます。うん、この後8時に公開となりますので、ぜひご覧ください。はい、そちらの方もね、はい、今出てますからね、はい、そっちご覧ください。はい、さあということで、生出演というのは、今日が、はい、最後ということになりますかね。そうですね。もう来週になるともう始まりますから。はい。はい、ちょっと前の直前になるんですよね。直前ですね。はい、まあでもね、皆さん喜んでいただけたんじゃないでしょうか。この番組だからこそ実現した選手のね、生出演のコーナーお届けいたしました。選手の皆さんありがとうございました。さあということで今7時27分を回っております。ということでね、番組はそろそろということなんですけれども、もうちょっと喋りましょうね。そうですね。ニンニク大丈夫ですか？全然大丈夫です。全然わからないです。よかったよかった。さあということで一応エンディングということなんですけれども、先ほども言いましたツエーゲンナウは開幕の前日ということですよ。前日ということは今日もね7時からスタートしましたけども、来週からは6時55分からこの MRO テレビからこの週刊ツエーゲン TV が始まってからのこのツエーゲンナウというこの流れにもなってきますので。ぜひともテレビを見ながら、そしてもうねタブレット、携帯電話、パソコン、こちらの方もぜひね見ていただきたいと思います。辻尾さんどうですか？来週そろそろもうマッチプレビューなんか。そうですね。来週から始まりますね。でしょ？ちょっといろいろと解説本番増えてくるんじゃないですか？そうですね。今まだ情報が全然ないので、ちょっとかき集めてなんか喋れるようにしておきます。プライベートで休むのやめてくださいね。それだけやめておきます。大事なところなんで。ここはね。試合が始まってくると、はい、ちょっとタッシーに専門的なこと聞けなくなるんでね。この専門的なところの重みっていうのはやっぱ通常さんがあるんで、ぜひとも今シーズンもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして開幕戦ですけれども、アウェー長崎戦、これパブリックビューインするって、そうなんですよ。片町キララで13時から実施します。大画面で試合をお楽しみいただけるということですよ。片町キララ2階の人気イタリアンレストランダ・タケが昨年に引き続き出店していただけるということです。ここのピザめちゃくちゃうまいでしょ。行ってましたね。行きたいんですよ。この間もロケ行ったんですけど、そこのねオーナーさんにね、あそこのピザの食べ方聞いたんですよ。ほんならピザって普通こう三角にねカットしたらこうじゃないですか。これをくるくる巻くなり、ちょっと大きいとこ持って三角の尖ったとこからこう食べたりとかするじゃないですか。一番いい食べ方って真ん中かにチーズとか柔らかいでしょ、はい、そこをなんかフォークとナイフで切るんですって、うん、でまずその中央部分を食べるんです、はい、でチーズとトマトとかのうまみをまず味わうんです、はい、で最終的に今度皮の方でしょ、はい、皮の方はあんまりソースとかが今度はちょっとかかってないじゃないですか、はいはいはい、生地を楽しむんですって。それが本物ですか？いや本物っていうかそういう食べ方もされる方がいるっていう、くる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 巻いて食べるのももちろんあるんですけど、はい、実際それで食べてみたらまあ生地がうまいのよ。やばい、行きたいな。ちょっとお腹空いてきたねちょっとお腹空いてきたね、はい、その他にもだからピザ、その自慢のピザでしょ。はい、そうですね、うん、当日はお店の自慢のピザや温かいコーヒー、紅茶などをご販売いただく予定になっています。ご販売ってどういうご飯販売するのかなと思って今、はい、販売していただく予定になっておりますんでね、はい、まだちょっと寒いかも分かりませんからね、防寒対策だとかね、雨の方はなんとなくは大丈夫だと思いますけれどもね、はい、でもあれですよね、うん、やっぱりこういう状況ですから、はい、まあ、パブリックビューイングするんですけれども、うん、やっぱ感染予防対策だけはしっかりしてきていただきたいですよね、はい、マスクの着用はぜひともお願いします、はい、そして片町キララでやるということはですよ、1階にあの店入ってますよね。そうですね、だからちょっと早めに行って、はい、まあ、ショップで、うん、買って、はい、それを着て応援するっていうのもよし、そうですね、終わった後にその勝利をね、うん、ちょっと味わいながら、うん、ちょっとこう大盤振る舞いで買うもよし、はい、どれだけの方がこのヒュンメールのね、はい、服を着て応援してくれるのかちょっと楽しみですけれども、はい、さあそれではね、ここでちょっともう一度天の声さんも呼んでみたいと思います、はい、天の声さん。はい、天の声です。めっちゃ低いねテンション。何か来てます？他になんかこうチャットで。そうですね、まあ、開幕直前なので来週、はい、もうスペシャルで拡大版でお願いしますとか、そうですね、庄司さんには一番期待しています、頑張ってください、はいはい、そうですね。あとタッシー頑張れってなんか言ってます。一応タッシー頑張ってます。頑張ってます。もうこの後ろのこの庄司選手見てくださいよ。もう一日所長みたいなってる。ね、何しても似合うね。本当。今日は行きたいとこまで行ってくださいってカンペ出ましたね。もっともっとじゃあちょっと天の声さんなんか来てたら。うん、そうですね。ありそうでないっていう、なんか皆さんないかな。今すぐみんななんかチャットで。なんかこれチャットで皆さん送ってくれて選手の質問とかあるんですけども、番組に対してのご意見とかっていうのがね、ポジティブなご意見はね、とても受け付けます。ポジティブな。ちょっと打たれ弱いんで。意外と。そこはちょっとね。行けるとこまで行けって言ったらなんかこう降りたくなってさあどうですかね、辻尾さんは、はい、まあ今回ねまたホームゲームの時っていうのは、はい、いろいろと、はい、去年だったらポッドキャストなどやったりとか、はい、そしてその前だと、はい、ちょっとフォースのところでね、はい、ちょっといろいろ役割とかしてたじゃないですか、はいはい、交代のとかね、いろいろ時間とかタイムキーパーとかしてましたけども、はいはい、今年はもう何するとか決まってるんですか？今年は未定ですね、まだ入ってない。まだ決まってないんですか？はい、あ、そうか、ホームまではまだまだちょっと時間ありますもんね。そうです、はい、ねえ、タトゥーは？タトゥーは応援をしに行きますよ、もちろん。応援するのは、こちらサイド、ゴール裏とかにもたまには行ったりとか、はい、行きたいなって、ね、制限なの取材でもね、カメラ回しながらね、スタジアム回りたいなって。いや、重要な役割じゃないですか。はい、ゴール裏にも突撃するんで、心しておいてほしいなと思います。ね、突撃するらしいですよ、皆さん、ちょっとそちらの方も期待してください。さあ、ということでね、来週は開幕直前スペシャル。はいということでスペシャルってつくけど、時間は30分のまま。まあ何分でもいいですよね。ちょっとはちょっと長くなるっていうことでね。皆さんのねちょっとね応援の意気込みとか、片町キララに行くよとかっていうのもね、そういうの話も聞きたいですから、どうぞねチャットでお寄せいただきたいと思います。さあそこでじゃあここで決めなくて来週でいいか。来週長崎戦の得点予想しちゃいますか。そうですね、来週やりましょうね。だから来週は辻尾さんのいろいろとマッチプレビューを我々聞いて、それを参考にして。ちょっと分析もさせていただきたいと思います。さあということでね、今日はここら辺にしときましょうか。さあ今日もね皆さんご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。